ムハンマド・シャイバーニー・ハンは、ウズベク・ハン国・シャイバーニー・朝の初代ハン、アブル・ハイルの孫、シャー・イスマー・イールとの戦い。1451年、シャー・ブダグの子として生まれる。1468年にアブル・ハイルが没すると、ウズベクのウルスは、分裂状態に陥り、その多くは、ケレイ・ハンとジャニベク・ハンの支配するカザフ・ハン国に流れた。 アブルハイルの孫であるムハンマド・シャイバーニーは各地を転々とし亡命生活を送る。1496年、1497年、ムハンマド・シャイバーニーはティムール町の内部構想に乗じて、シル・川中流域に拠点を置き、ウズベク集団の再統合に成功した。1500年、ムハンマド・シャイバーニー藩はサマルカンドを占領し、マーワラ・アンナフルの支配権を得た。 一時は、ティムール家のバーブルに、サマルカンドを奪われるが3ヶ月余りで奪還した。1503年、アム川上流域のクンデューズから、フェルガナボンチ、タシュケントを占領。1505年には、ホラズム地方を、1507年には、ヘラートを占領して、ティムール町を滅ぼし、ホラーサーンに進出した。しかし、その後のカザフ遠征や、ハザーラ族遠征に失敗し、 小王族に対する文法政策が失敗したため、彼らからの指示を得られなくなった。リシも、サファビー朝のシャーイスマーイールの信仰に遭い、ムハンマド・シャイバーニーハンはメルブ郊外で廃止した。ムハンマド・シャイバーニーハンの頭蓋骨は、シャーイスマーイールによって金箔を貼られ、杯にされた。ありがとうございます。